意外と日本人だと厳しいね。何ですか、金ちゃんに勝てるの。正直言って僕は今牛久が金ちゃんと普通にやってる勝てると思わないんで、うん、まあそうだね。そう考えたら今日本人で金ちゃんを超えれる人って僕はすぐには、うん、この瞬間はそうだね。そうそう、だからまあ個人的に見たいのはやっぱりリクル選手の試合とかスーパーマッチでね、うん、見えればと思うぐらいで、ことぶきチャンネルさん、金ちゃんの次の相手はベラトル選手を見てみたいです。真面目な話、僕がやっちゃダメなんですよ、うん、ダメなんですか。僕が行って対峙したところで、はい、もう将来はないじゃないですか。なんか若い子たちが外敵をして勝てるのか負けるのか、でこいつらがじゃあ世界に行った時どんだけ楽しみなのかっていう構図ならないと。さっきも出てたベラトール勢だったり、うん、アメリカのトップコンテンダーたちをこれからフェザー級でライジンにまたニューカマーで、はい、本当ですか、出しますよ。危なくないですか。いやいや、まあ、それはそうだけど、まあ、でもね、